福井県道123号阿原温泉停車場、北野線は、福井県阿原市内に終始する駅及び、一般県道と国道を結ぶ、一般県道である。起点の東宮一丁目交差点九州店の前田に、交差点国道8号と阿原温泉駅等を結ぶ、役割を担う路線である。阿原市東部と中央部を結んでおり、 これらの地域同士を結ぶことも重要な役割の一つとなっている。阿わら市南部において国道8号に最も近い阿わら温泉の駅であり、観光客の誘導という面から見ても重要であり、市民と県外車両方から見てもなくてはならない道路と言えるだろう。またトリムパークかなずへのアクセスも福井県道258号と合わせてになっており、様々な役割を持つ路線である。 2019年4月1日、終点を国道8号福井バイパス交点の北の交差点への変更、短縮に伴い、あわら温泉停車場、中川線からあわら温泉停車場を北の線へ名称変更。中川松岡線の起点も同交差点まで移動、西伸ばされ、福井県道110号北の松岡線へ変更となった。全線において、 片側一車線の確保された一般的な県道である。役割の重要性も相まって交通量は付近の他の路線と比較しても多く、特に起点付近は観光客も多く渋滞が起こることもままある。さらに沿線周辺にトリムパーク金図があり、ここでスポーツなどのイベントがある際は混雑はさらにひどくなる。通行はしやすいが、 時期と季節を選ばないと混雑に巻き込まれる可能性もある路線である。ありがとうございます。